自分が作ったアニメは好きですか？まあ好きといえば好きですけど、結構嫌いなところもあります。嫌いなところはどんなところですか？自分が出てるところ。山口県宇部市の小学校が舞台。メガネをかけたこの少年は後にとんでもない作品を世に送り出した。一大ブームを巻き起こし、世界的にも評価された新世紀エヴァンゲリオン。その生みの親、庵野秀明の故郷は化学コンビナートの町、山口県宇部市である。そしてここが母校、宇野島小学校。授業を受ける後輩たちもエヴァンゲリオンが大好きだ。僕はエヴァオタクです。面白かったっていうか、アスカが好きだったから。そんな子供たちに庵野さんからの宿題。庵野さんとは一体どんな人なんだろうかっていうことをね、この画用紙に書いてくださいっていうことだ。庵野さんを想像して絵に描き、性格や特徴を文章にして質問を考える。それが宿題だった。わからない。ほとんどわからん。なかなか難しい宿題だな。なんだかヘンテコリンな絵になってしまっている。かっこよく描くって感じ。あ、かっこいい。じゃあかっこいい人だと思う？だったらいい。子供たちが戸惑いながら思い思いに描いた庵野さんのイメージ。これはなんだ。庵野さん、そろそろ登場したら。というわけで、ここが庵野さんが仕事をしているアニメ制作会社、エヴァンゲリオンが生まれた場所でもある。そしてこの人が庵野秀明、現在39歳、独身。どうしてあんな不思議な宿題を出したのか聞いてみた。周りが持ってる情報に踊らされることなくですね、自分の持ってる想像力とか自分のイメージとか、まあ、そういうのをスタートにちょっとやってみたいと。まあどうなるか分かんないです。ちょっと自信ないですね。子供っていうのが周りにいない環境なんで、とにかくどうなるか分かんないです。怖いですよ。子供に教える自信がないという庵野さん、番組の出演をためらっていたが、ついに覚悟を決めて26年ぶりに母校へと向かった。昔はここ川になってて、キルがいっぱいいるようなとこだったんですよ。懐かしいですね。僕がいた頃からありますね、郵便ポスト。うちあんまり変わってないな。校舎まんまですね。学校についてしまった庵野さん、どんな授業をするんだろう。今日ですか。今日はそうですね、まあ成り行き任せっていうことで、あんまり考えてないです。頭の中にしか。あとはなんとかやってみましょう。子供が怖いと言っていた庵野さん、待ち構えるのは6年2組21人。おはようございます。おはようございます。今日の授業を担当します庵野と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アニメーションとか、あの映画とか、そういう映像のなんか監督っていうのをやってます。あの実際にそういうのを作ってみるっていうのも含めて、いろいろやってみたいと思います。最初は何からいきましょう。あれ、もう自己紹介は終わり？はい、この間宿題をあのやっといてくれと頼んでたんですけど、それはとりあえず宿題の発表から。どんなイメージが飛び出すかな。趣味はサングラス集め、焼き物作り、お気に入りファッションはモンペ、動きやすいから。だいぶ違ってますね。どういうふうな、実際見たらどんな感じだ。こんなもんかなとか。こういうもんかな。
動物に例えると猿、服の色は水色。白です。実は髪が少なくて猿の着ぐるみを着ている。あのロボットに似ちゃう。やっぱ怖いのかな。趣味、犬と散歩、河原のあたり。好きな食べ物、ドッグフード。なぜかといえば、犬が高いものしか食べなくて、ドッグフードがいつも有り余っているから、しょうがなく。ちゃんとドラマになってますね。すごいイメージされている。日本の社会はですね、とにかく情報だと思うんですよ。情報の選択っていうのがこれからどん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 必要になってくると思うんですけど、ほとんど情報のないところで一人の人間というものをイメージしてもらう、そういうところからスタートして、実際に本人が現れて最終的に僕というものをある程度イメージしてですね、キャラクターというのが作れればいいな。なるほど。授業の目的は僕、つまり庵野さんをイメージしてアニメのキャラクターを作ること。しかし、この人の授業は素直には進まない。なんかカメラ見て喋ってみる。趣味は何ですか。仕事みたいなもんです。結婚はしてますか。残念ながらしていません。どうしてあのロボットみたいなものの名前がエヴァンゲリオンなんですか。キリスト教の中の福音という言葉なんですけど、これはなんか福をもたらすもの、ギリシャ語なんですよ。複雑な感じがするからそういう名前にしました。レイの好きなものは何ですか。レイの好きなもの考えてません。子供の質問に答えるっていうのが一つのコミュニケーションですから。で、僕の喋り方はそれ、懇切丁寧には言わない人間ってことですよね。好きですか、嫌いです、なんでですかっていうのが返ってこない以上は、そこから先にはこちらも行かないと。あと教壇に立って生徒が椅子だと、それはもう先生と生徒という絶対的な関係なんですよ。ではなくって、同じ高さにとりあえず立ってみたかったと思います、ね、自分が作ったアニメは好きですか。まあ好きといえば好きですけど、結構嫌いなところもあります。嫌いなところはどんなところですか。自分が出てるところ、あまり自分が好きになれないとなりますよね。ではよく言われるのは、自分が好きじゃない人っていうのは自分の理想が高いからだというのもよく言われるんですけど、なんかそれはそういう苦しみっていうのを分かってない人だと思いますよ。授業はそろそろ本題に入りそうな気配。アニメというのはですね、イメージなんですよ、イメージ。あ、しまった、チョークをこっちに入れてしまった。あ、イメージ。まあ実際に丸があってですね、ここに線を引けば、まあ、丸が地面から浮いてるというふうな絵に撮ってくれるわけですよ。これがこうなればですね、今度は跳ねてこう来てこう来てこっちに行ってるように、でこの間を実際にはこう8、この8枚の絵をビデオとかフィルムで連続してみればですね、アニメというのは動いて見えるんです。ちょっとみんなが見えるようにしゃがみましょう。ちょっとしゃがみましょう。これがタップといって、この紙を動かないように固定する仕掛けのやつですね。庵野さんが教えるのは紙アニメという方法。ライトテーブルにタップという留め金で紙の位置を固定、前の絵を写しながら徐々に形を変えていくやり方だ。これを繰り返すと、これがくる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 回って見えるようになる。 1、2、3、4、5、 たった5枚の絵で確かに丸が回っているように見える。庵野さんがこの不思議なアニメの世界にハマったのは中学2年の時だった。中学ぐらいになるとテレビの漫画とかは基本的には幼稚なんですよ。こんなバカなものはないとかですね。みんなのライトテーブルに明かりが入った。イメージっていうので、まあ想像して書くっていうのをですね、今日はとりあえずやってみましょう。いよいよ実習の始まり。テーマは
丸から始まるアニメーション、ただの丸をどうしたら面白く動かせるか、想像力のいる難しい課題だ。子供たちもちょっと困っている。ところが安野さんはほとんど手を貸さず、黙々と自分のアニメを描いている。子供にこうですからこうしてくださいと先導するもんじゃないと思うんですよ。先生がちょこっと意見はしますけど、基本的にはそれは否定するもんじゃないですから。君絵が下手だね、描き直せっていうのはないわけですよ。自分の中にあるイメージを映像にする場合はアニメーションがベストだと思うんですよ。表現があくまでものすごく個に行くことができる、イメージにどこまでも近づけることができる、ピュアな映像になると思いますよ。アニメの本質は個人のピュアなイメージを表現すること。子どもたちも先生に頼らず自分たち同士で作業を進める。何やろこれ、なんか変な絵になっちゃう。ねえねえ、足とかさ、いっぺんにバンって出さんでさ、一本一本出してたら。あ、いいねそれ。それをもらった。もらわれた。人のアイドルか。人のアイデアパクる。できた子から先生に提出、 OK が出れば撮影という手順だが、この絵が1枚あれば、あ、こっちから来たの。さすがに庵野監督、一つ一つに細かくアドバイス。なかなか OK が出ない。ニコッとした後、なんか続きがないからね。やっぱ続きがないから、いや、書かなきゃいけないこともないけど、顔だけ出してるのが間にあればより綺麗に描き足していかないと1枚の絵になっていかない。それを全部転がるとかそういうの難しいから、そういうとこまで日食、これはいいっすよ、よくできる、いいんじゃないかな。OK が出るとその場で撮影を始める。島田くんが描いたのは全部で7枚、丁寧に1枚ずつ撮影して早速みんなに見せる。ちゃんと日食に見えるよね。ちゃんと動いて見える、面白い。めっちゃ面白く。吉野くんのテーマは自然破壊。奥から手前に来るっていうのがきちんとできてますよね。これはうまい。ちゃんと空間が出て、これはいいっすよ。アニメーターなれる。うん、はいはい。OKOK。続々と OK が出てきて、子供たちも嬉しそう。OKOK。ありがとうございます。そして発表。今津さんは羽ばたく鳥を表現。これはなかなか力作ですよね。絵が雑。伊藤さんは虫食いのリンゴ。北崎さんは可愛い手品師。松村くんは爆弾。ちゃんとドカーンという字が出てくるように見えるですよ。森本さんは、これもちゃんと水が表現されてて。新野さんは小豚かな。もうちょっと描けばよかった。中野さんは空き缶。押海くんは何だろう。先生はさすがです。最後に全員の絵をつないで丸から始まり丸に終わるアニメ。2時間かけて描いた絵は全部で178枚、つなげてもほんの数十秒だけど、22人の想像力が確かに丸を動かしている。すぐ終わった。みんなのをつなげたのにすごく短かった。本当に動いてるみたいで面白かった。あんなに時間かかったけど、なんかすぐ終わったから大変だなと思った。そうなんです、アニメはとてつもなく時間と手間がかかる。あっという間に給食。いただきます。この学校では食欲に合わせおかずの量を加減できるみたい。安野さんもおかずを全部戻してしまった。肉や魚を一切食べないのだ。小学校の時も
おかず食べなかったの。パンと牛乳だけですよ、食ってたの。僕は給食は普通でしかなかったんで、子供が本気で死んでも食わんと思いますね。これ食わないと殺すと言われた時には、じゃあ死んだ方がいいと本気で思ってます。肉や魚を食うぐらいなら死んだ方がいい。好きなものに対する興味と嫌いものに対する興味のなさが激しかったと思いますよ。大好きだったのがこれ、仮面ライダーやウルトラマンの真似をして遊ぶことと、プラモデルやおもちゃをひたすら壊すこと。大学時代はウルトラマンのパロディ映画を自主制作、自らウルトラマンを演じ、街のセットをじゃんじゃん壊して爆発させた。庵野さんの爆発や特撮のテクニックはアニメーションでさらに際立った。アニメーターとして自分が上手い方だっていうのは全然知らなかったです、分かんなかったです。これぐらい誰でも描けるだろうっていうのは、もっと描ける人いっぱいあるだろうっていうのはありましたけど、大学クビになっちゃったんで、働かざるを得なくなってですね、まあ無理だろうと思ってたナウシカのアニメーターとしての参加ができたんですよ。表現というのは基本的に欠落したものを埋めていく作業だという、それを人に伝えるための努力、自分をまともにしようとする努力、とにかくまともな手段で他人と関われない人たちがちょっとうがったことをして、なんとか自分と他人との間を保っている、それが表現というものだと思います。少なくとも僕はそうですね。アニメや映画をやることによって人と関わり続けることができる、あ、そう思います。アニメという表現を通して人と関わってきた庵野さん、その少年時代をたどり、創作の原点を掘り下げアニメを作ること、それが子どもたちに託されたテーマだった。宇野島小学校の6年2組の時の庵野秀明君っていうのをみんなでちょっと考えてみてですね、僕の両親に会ってみたり、実際に僕が遊んでいた場所とか見てみたりして、12歳の僕というのをちょっと想像して、それを一つのなんかこういう作品にですねしてみたいと思います。子どもたちは班ごとにリポーター、撮影、記録係と役割を分担。12歳の庵野くんを探す旅に出かける。一班揃った？座ったね。二班揃いました？三班いますよね。最初にバスを降りたのは一派。あの団地ってもしかして、おっ、かっはい、記録いい、一番上にしといた方が、もう一番上です。うん、はい、僕が大学の時から実家がこっちになってしまいました。あそこにいたっていうのがお袋ですね。ちょっと待って、僕のお父さんとお母さんです。庵野さんはご両親を紹介するとバスに戻り、子供たち自身に取材を進める。取材ってやつね。思い出は何ですか？どこかに行った時の思い出。大阪の万博。庵野さんは外と家のどっちで多く遊んでいましたか？いいだろうね。運動が得意じゃなかったもんですので。ご両親も緊張気味。それ以上に緊張していたのはレポーターの二人。質問が続かない。レポーター言っちゃうことが聞こえないけど、もう少し大きなこと。さっきのことをレポーターが言ってくれないと。庵野さんが好きな虫とかはありませんか？虫は嫌い。さすがに先輩のうちに行って緊張するのは当たり前だと思う。というわけで早くも作戦会議。どうやら子供たちは庵野くんが描いた絵、
にポイントを絞ったようだ。古野さんが描いた油絵です。着だな。あれ小学校1年の時にあの学校で描いた絵があるわけ、はい、これはもう5、6年生の描く絵であまりにもまあ1年生らしくない、1年生らしくないということでまあ跳ねられた言うたら悪いけどカットされたわけ。それから絵を描くというよりも漫画を描くようになったね。言い出したら聞かないって気しようかな、てこでも動かんとかね。なかなか学校の参観日なんかの時行ってもね、あの当てられゼロなら詰まるのよね。自分がだよ叩きよるけんねこっちの方が上がる。安野くんの漫画へのこだわり、なかなかいいお話が聞けてよかったね。一方、宇部市の中心部を向かったのは2班。一緒、僕の小学校の時の友達に、まあ、会いに行きましょう。あった？ああ壊れちゃった。ご無沙汰です。小学校卒業以来27年ぶりの再会である。幸せ太りチームやないねえ、ね、10年ぶりやあまりそっちはないな。安野さんとの思い出はありますか？思い出は、たくさんあるんですけど、彼はあの星見るのが好きだったんですよ、プラネタリウムって青少年会館にあるんですけど、それを何回か見に行ったことがあります。黒田さんは卒業文集を見せてくれた。こういう風に漫画を描いてるわけ。仮面ライダーやっぱ描いてたもんねちょっと読んでみます。はい、僕の漫画、漫画これは僕の特技だ。今はノート4冊も描いている。登場人物はほとんどがこの組の男子だ。今は先生が書いたらいけんと言って止めているので少しも進まない。あとは漫画を描くために残すのでこれで終わるこれか。最後の3班は安野くんの原風景を取材する。言えやさっそ安野さんが。イエーイ。はい、やってきたのはデパートの屋上だった。もう子供ら勝手にゲームの方に行きますねおーい、ここでどんな遊びをしたんですか？ここはもう今閉鎖されちゃってますけど、なんかそこであの機動戦士ガンダムショーとかですね、ぬいぐるみショーとかもやってたところなんです。台湾に来るというのがなんか町に来るという感じですね。銀天街と一緒になんか思い出深い場所ですね。次は安野くんが小学校の時住んでいたアパート。まだアパート残ってますね。ここの2階に住んでますね。2階でその後は6年生からこっちに住んでるね。隣のもうちょっと広くお隣は昔のまま。ご主人が出てきたところを早速取材。安野さんの子供の頃はどうでしたか？そうね、おとなしいね。なんかすぐ物を熱中するとそればっかり追いかけるような人やったね。他には何かありますかすいませんね。よパチンコに何タバコ持って帰ってくれって言われて困ったよね。どうしてパチンコ玉を集めてるんですか？うちの親父があのパチンコ台をそのままどっかから安くもらったんですかね。あれなんかどっかから持ってきちゃったね。玉、がこうたくさんあるとその玉がこう裏でどんどん流れていくのが楽しくて、裏ばっかりなんか見てましたね。パチンコに熱中するというのもパチンコの仕組みに熱中してた感じです、ね、それがあれやったね。
取材を終えて全員が教室に戻ったのは5時過ぎ。死ぬ暑い。撮影したビデオとインタビューの記録をもとに12歳の安野くんをイメージ。どんなキャラクターが生まれるんだろう。この日は遅くなったので残りは宿題に回し、とりあえず授業は終わり、作品を作るための今日は取材として、まあ各班に分かれてですね、いろんなところに行ってもらいました。明日はそれをさらにもう一歩進めて、映像作品にそれをどうにかしてまとめてみたいと思います。じゃあ解散。いや、やっぱ慣れないもんな、するもんじゃないですね。やっぱ身の回りに現実的に子供がいないんで、やっぱ子供っていうのがいきなり21人も目の前に来るとですね、戸惑う方が多いですね。明日が難問ですね。なんか茨の道になると思います。まあ頑張ります。はい、どうもお疲れ様でした。大丈夫かな。宇部市の中心に300メートルにわたって広がる銀天街。かつては繁栄の象徴だったこの商店街も今はこの通り。アーケードの上には作業用の通路が続いている。実は安野くん、この通路を歩くことが夢だった。なんかこういうなんかキャットウォークみたいなところっていうのはやっぱ子供の頃から憧れでしたね。大人になってようやくこういうとこ歩けるようになって嬉しいですよ。電柱好きなんですね。昔から好きだったと思うんですよ。なんか風景画を描くとですね、電柱とか街にある人工構造物しか描かないんですよ。そこに働いてる人間とかっていうのをほとんど描かなくてですね、当時先生にいびつな絵だって言われた覚えなんですけど、この街も当時僕は子供の頃は高度成長でイケイケでしたので、ね、まだレッツゴーの時代だったんですけど、今はもう足踏みもしくは後退してますので、でも僕はこの風景がやっぱいいなと思います。いつかここに自分の描く舞台は帰ってくるんじゃないですか。長い一日が終わった。2日目は昨日宿題にした12歳の安野くんの発表から。とりあえず昨日、午後にやってもらった12歳の時の僕のイメージっていうのを探してみましょうという、それの宿題というか、その授業の発表からやります。まずはご両親を取材した一班。じゃあ発表してください。血液型は A なのに綺麗好きではない。性格はハキハキしていて言い出したら聞かない。アニメを描くようになったきっかけは小学1年の時、描いた絵が5、6年の描く絵みたいで1年生らしくないと言われ漫画を描くようになったそうです。続いて友達を取材した2班。付き合ってはいないけど好きな人はいた。星を見るのが大好き。給食がすごく嫌い。八宝菜が一番嫌いで、ぜんざいとか甘いものが好きだった。三班は安野くんの風景と遊び。ダイヤの屋上にはゲームをたくさんあったが今では少なくなってしまった。安野さんはおとなしい子でパチンコのためで遊んでいた。一円玉を線路に置いたりして遊んでいた。安野さん自身も忘れていた12歳の思い出、そして他の班の発表も聞いてさらにイメージを膨らませた子どもたち。授業はいよいよ最終段階に突入する。みんなで12歳の安野くんっていうのをイメージしてもらいました。自分で考えてイメージした安野くんっていうのをみんなで動かしてみましょう。現実にあるもの。最後の授業はキャラクターを描き、その特徴をアニメにすること。これは難しそうだ。12時ぐらいまでに、まあ1時間ちょっとしかないけど、まあ頑張って。最後のアニメ実習が始まった。テーマは12歳の安野くん。誰かこれメモみたいな見たい人見てけ、置いとくか言ったら撮るか。
私も振るじゃない全然違う時間がないぞ子供たちは考えるより先にどんどん手を動かしているまるで鍛えたテクニックと昨日の取材のおかげかな終わった終わらないだったの始まって10分もうできちゃったのが元永くん元永くんができたので見てみましょうテーマはよく寝る安野くんよく寝るってのは僕もよく寝るって言いますどれぐらい寝るかというと同じアパートが火事でも起きなかったんですねで10時ぐらいに起きて外出たら水浸しでわすごい大雨降ったんじゃと思ってこっち見たら焦げちゃったこれ給食時間林さんのテーマは給食ステーキは嫌いぜんざいは好きどれがメインカメラ牛乳好きですか牛乳好き牛乳嫌いな子供からというか友達から牛乳だけもらって飲んでたからなあ背が高くなったら牛乳ね北崎さんは牛乳で大きくなった安野くん何かすごいね遊びを取材した山田くんはもしかして引かすの引かす1円玉を線路に置いて電車を止めた安野くん仮面ライダー好き同士会話が弾んでいたまあ、多分そんなこといけないで勝つ V3 の次は X ライダー X ライダーの次やうん、X ライダーの次がアマゾンそれかストロングストロングやストロングあれ電気のやつ電気のやつ、カブトムシ話が合うオタクの会話ですよねオタクの会話にオタクに国境と年齢はないですよね松村くんはもちろんこれライダーの真似はうまいけど喧嘩は弱い安野くんうん、OKOK 番号書いててあと名前と、うん、松本くんは顔ですカノさんは星が好きなロマンチストの安野くんアニメーションっていうのはもう技術でできてるもんなんですよやっぱ技術論っていうのが途中にどうしても出てくるんですけど、まあ、そういうの関係なしにですね自分が頭の中に持ってるイメージのストレートに持ってくるっていうのはやっぱり子供の方が強いと思うんですよ、まあ、下手にうまく描こうとかそういうのがない分やっぱピュアでいいですよね、まあ、そういう部分っていうのはやっぱなんかなもう僕の中でかなりなくなってたんで改めてそういう認識ができてこれは良かったですねすっかり気を良くした安野さん撮影機材で遊ぶ余裕もそしてさらなる野望が膨らんだ授業の最後の授業の仕上げとして発表会をやりますで発表会の時には、まあ、この自分で作ったアニメーションに声を足してもらいます、まあアフレコっていうんですけど声優さんになってもらって自分でこのセリフとか説明をするこっからなんかこうセリフ考えて見ながらやってみて用意スタート変身 OKOK 自分はどうよくできてるよくできてるねえようできてる伊藤さんは体育が苦手な安野くんいいアウチ問いはこうはやっぱ6段から怖くてですねよく引っかかってガタンとこけてましたじゃあ、はい、川崎くんコロ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 気持ちいいないやちゃんとできてます転がってるように見えてるいやよくできてます石田さん前在の一日吉野くんわしうえんうえん入るべ寝るべ佐々木くんうりゃーだーし待てまた3人でジャリガニ取りに行こう僕も入れてよ給食夢か新野さん逃げろ押海くん変身と火事だそしてトゥーライダーケイ
はい、以上です。子どもたちが5日間かけて自分たち自身で見つけ表現した12歳の安野くん、ほんの一瞬だったけれどどれも生き生きと動いていました。みんなも満足そう。これでですね、とりあえず僕の授業を終わります。まあいろいろバラバラでなんか感じたこととかそういうのがあると思いますけど、自分で感じたものっていうのを大事にしてください。自分自身の答えっていうのを皆さんで考えてください。まあ、学校のテストというのは答えが一つしかないんで、まあ、それから違う答えを書いちゃったらもうそれが×になったり三角になったりするんだけど、実際の世の中っていうのはもうそんな丸かペケだけじゃないんで、自分自身で考えてそれを言葉なり絵なり表現をする、それが人に他の人にコミュニケーションとして伝わるわけなんです。それを大事にしてください。ということで僕の2日間の授業を終わります。本当にありがとうございました。ありがとう。本当にお疲れ様でした。お疲れ様です。最初はどんな人かわからなかったけど、漫画を教えてもらってそれしているうちにいい人だなと思いました。見た目は怖く見えるけどなんか恥ずかしがり屋だった。なんかみんなで何枚も何枚も書いてつなげてみたらすごい少なかったので、アンさんの仕事がすごい大変だって分かりました。小学校6年生にはこういうのはちょっと難しいんじゃないかとなったんですけど、まあ子どもたちは子どもたちなりをそれを理解してですね、それをああいう作品にしてアフレコまで持っていくっていうのができたのは僕はすごいと思います。よかったと思いますね。でもこれは自分の先生としての力というよりも子どもが潜在的に持っているものなんですね。だから僕はそれを信用していなかったっていうのはちょっと恥ずかしいことです。それは反省しなきゃいけないですね。なんか嫌な大人になってたなっていうのが自分の中で出てきます。それも良かったです。ありがとうございます。